いの行け、ボスを倒すチャンスだ。おっさん、俺が相手だ。おっさんって言ったら怒りそうな感じのキャラやけど大丈夫？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ここがとりあえず中間地点ということなんやけど、とりあえず、あ、飛ぶあ、でも多分これ、どうなんやろ、これ違う階に来たんかな。ここは何階ですか。今飛んだことによってちょ階がわからなくなったんだけど、下の階に行ったの、上の階に行ったの、全く、ん？が来てないところか、来てないところですね。あー、どうも。目の前に不審なやつを発見。不審なのはそっちだよロケット団の方が不審に決まってるだろう、シルフカンパニー的には。私はね、全然か弱いか弱い、ただの社会見学の子供なので不審とか言われましても困るんだよね。お前何者だ。通りすがりのポケモントレーナーです。このままではボスに連絡しなくては。またボス呼ぶの。君は社員さんだよね。ビクビク、怖くてここに隠れてるんだ。よかったね、よく見つからんかったね。普通に見つかりそうやけど、そこ。あとはこのロケットの下っ端はこの部屋の奥までは行ってないってことやねめっちゃ手前の方におるだけみたいな、そういう感じなわけですね。ここからちょっとあれかな、テレポートで中には入っていく感じなんかな。それで入っていけたらカードキーの意味があんまなくなるか。そこに座ってるのも社員さんよね、きっと。じゃないとなんか超余裕な感じで。どうも。怖いよ、マジで。落ち着いた大人の女の人かと思ったら全然違った。全く違った。あ、なに、ここ最上階もしや。あそこやん。きっとそこに榊が。なんだお前は、ここに何の用だ。いけるんじゃね？え、もしかしてテレポートせんと入っていけん感じかな？それともあれ？カードキーで入っていける？両方駆使せんといかんかな？ちょ、頑張ろう。あー、やられた！よし、じゃあこのまんま、もう榊のところに突入してしまおう。俺たちに勝ってどうする気だ？え？世界を救うの？平和にするの？え？行き止まり？一度、前の PP Max を見つけた。あそこには、あ、社長？社長ですか？ちょ、待って。どこから行けばいいんや？他のところからワープか？やっぱりワープなのか？くっそー、辛い。あ、待って、そこなんかカードキー使って。カードキー使ってなんか行けそうな感じがする。ちょ、待ってね。とりあえずここからワープで、ここは一体何階なんだろうか。はい、カードキーでロックを外した。これどっちに入ればいいかな。とりあえずこっち行きます。もうちょっとわかりやすくしてくれないかな。あ、倉庫に着いたよ、なんか。はい、目の前でカードキー買いましたけど、何の反応もしないのね、下っ端さん。ちゃんと見張ってる？お、道具だらけやん。いいね、いいね。はい、穴抜けの紐に星のかけら。なんでもなおし、あっちにもなんか二つあったよね。棚にあったけど。これも取れる？ちゃんと。おー、取れる！スーパーボール5個。やったね。ってことはこっちもなんかモンスターボール系？元気のかけら。おー、よきよき。よき。いや、嬉しい、嬉しい。で、ちょっとワープして、もう片方の方入っていこうか。社長室にたどり着きたいです。てか、普段から何？このシルフカンパニーの社員さんたちは、ワープで移動してるの？すごくない？やばくない？あ。これでどこへ行く？着いたんじゃない？着いてない。あ、どうも。給湯室ですか？隣の人、男なのに情けないわ。この人？ブルブル、助けて神様！この至近距離にいても隣の人とか言うの？もうちょっとなんか言い方あるんじゃないの？この人ぐらいでいいんじゃないかな？あー、どうもどうも。
いい傷薬気にしてる？でも君別に体力まだ大丈夫でしょうよ。よし、ここに来てアイテムをめちゃくちゃ拾っていくやつ。いや、なんかワープでさ、どこにたどり着けるんかが全くわからんけんな。もうでも傷薬めっちゃ補充していく。よっきー。会議室？ケイトダウン、ポケモン使って世界征服したいのよ。奴らがいきなりやってきてビルを乗っ取ったんです。知ってるよ知ってるよ。もうなんもないかな。会議室内には入ってきてないよね。シルフカンパニーはグッズをいっぱい作ってるから狙われたんだろうな。まあね、有名な会社だから世界征服には必要とみなされたんだね、きっと。ここ使ったことあったかな。あ、やっぱりこれカードキー関係なく、なんか入れるんやんね。ワープで。こう。あ、そろそろ社長室に着くそうな気が、ない。いつくかなって思ったんやけど、全然違ったわ。なんか、めっちゃロック外していきまくりよるけど。いや、ダメよ、助けて！あら、ロケット弾じゃない。ごめんなさい。私てっきり。これ、うちの製品なの。あげるから許してね。あ、ここの製品なん、自爆。マジか。この技は強力だけど、ポケモンは技の後、瀕死状態になるわ。気をつけて使って。もしかして、それで、ここのロケット団の団員たちはみんな、ポケモンに自爆を覚えさせてるの？なぜ覚えさせたよ。ここまでして。ここまでしてなんですか？あ、ここは来たことあるとこかな。なんか、座ってんだけど、あの人。ゴールドコロン。事務仕事でもしようかな。なんだ？なんだってんだ？さっきのやたら強い坊主もお前も。なんで子供が入ってくるんだよ。あなたは戦闘はしないんすね。戦闘しない、タッパもいるのね。あ、その辺、ポケモン入っとんじゃないん。ボールの開発だけ？あ、これちょっとたどり着けそうな感じがしてきたよ。あ、ジョイさんおる。なに？ここで回復してもらえるんかな？もしかして。あ、どうも。子供のくせにお前にポケモン随分懐いてるな。いや、別にそこ子供関係なくない？強いなとかならあれやけどね。別に子供にだって懐くでしょうよ。あそこで回復してもらえるんやったらめっちゃいい場所を私は発見した。っていうことになる。シルフカンパニー内にあんなんあるんやね。よし、不思議花で行きましょう。なんなんだ、そのみんなの反応。お前くらいの年からポケモンやってれば俺も。ポケモンというのは動詞なんかな。ポケモンやるってよく言うよね、なんか。ち、私は看護師に変装している美人スパイよ。またかい。あら、あなた疲れてるの？仮眠室で休んでおきなさい。ありがとう、でも休ませてくれるんやね、ちゃんと。美人スパイどこにでもいるなぁ。まあ、ロケット弾を追っとるってことなんよね、きっと。何にも。元気のかけら、さすが救護室、救護室、仮眠室。でもどうなん？ちょ、この、いけないんでしょうか。あ、どうも。私こそがロケット4姉妹の一人。っていうか、長女。ロケット4姉妹って誰？あとの3人まだ見かけてないんだけど。長女なのね。なるほど。お、ペルシアン。よっしゃ、行くぜい。ロケット団の長女の私を任すなんて。ロケット団の長女、なんかいろいろ変わったけど。行き、私に恥をかかせて、妹たちに仇を取ってもらうわ。この先に3人ほどおるんかな。おらんやん。全然おらんやん。この中か。研究員らしき男がいるな。はぐれ研究員か。はい、スーパーボールゲットー。しかし、これは研究員の目をかいくぐってはいけないのね。あ、でもなんか、ここに。ワープ。こっちも、倉庫だらけだな。ね、会社の中倉庫だらけやね、なんか。お？技マシン54、ラスターカノン。何それ、なんかかっこいい、中二病みたいな名前。
どういう感じの技なんかちょっと全然わからんけど、ワープできるところはもうひたすらワープしていく。どこなんだここは。全くもってたどり着けないんだけど、どこなんだここは。もはや何階に自分がいるのかすら把握ができていない。回数表記とかがないけんね。ここは来たところじゃない？え？来たところじゃない？来てないかな？誰？君。あ、ほら、戻ってきたやん。知らんがなって感じやだけど。あそこにしげるがおるよ。君、どうやってそこにたどり着いたよ。マジ、私をそこまで導け。さっきまで一緒におったはずやのにさ。ああ、どうも。でもこの辺多分なんか、通っていくんじゃないかなと思うんやけど。おっと、小ネズミを見つけたぞ。人間です。私がネズミに見えるのはちょっとおかしいんじゃないですかね。ダック氏だ。小ネズミなんかにやられてね。恥だよ、恥。ちょろちょろしてるだけじゃ何にもならないぜ。何、アドバイスありがとう。あなた、ここは危ないわよ。助けに来た？ねよ。ダメと言われても。ああ、11階に社長は無事かな？心配だ。とりあえず無事っぽかったよ。もしかしてこの人も見張られよるかな？大丈夫っぽい。あ、大丈夫やね。あ、人だ。ロケット団じゃないね。君、助けに来てくれたのか。おお、ありがとう。そうだ。助けに来てくれた君に、このポケモン、お、ポケモン？マジで？ラプラス！やったー！ラプラスもらったんだけど、嬉しい。こいつはラプラスと言ってとても頭のいいポケモンだ。セルフの研究室で飼っていたが、ここにいるよりはずっといいはずだ。君なら可愛がってくれそうだし、ラプラスも喜ぶだろう。泳ぎが大好きなこいつをよろしく頼むよ。ありがとう、親切すぎるわ。ラプラス、乗り物ポケモン。人間の言葉を理解する優しい心の持ち主だ。背中に乗せて海を行く。水、氷、あ、氷タイプもあるんや。へぇー。ありがたや、可愛がらせていただきます。多分この先かな、もう。てかあれなんやね。ロケット団は人ではないんやね。え？この先、ないやん。ロケット団の狙いはポケモン必ず取れるモンスターボール。マスターボールをたくさん作らせることだろう。マスターボールは世界に一つしかない。世界に一つしかないのに貴重だから。てか、世界に一つしかないから貴重なのに。ってことをさせようとしてるんだ。え、マジでさ、え、もうワープする場所ない？ないの？あの場所にたどり着かせてください。あの場所にたどり着かせてください。ここは何階ですか？え、ここ、見たことないとこ。この人戦ってないよね。ですよね。あたいこそロケット4姉妹の一人。あなたは何女ですか？長女しか名乗ってくれんけんさ。あとの関係が全くわからないんだけど、見た目の変化もないし。姉さん違うの、お仕置きは勘弁して。お仕置きされるの？でも一番上の長女を先輩にしてるから大丈夫よ。え、姉さんが仇を取ってくれるもん。あんたなんてイチコロよ。大丈夫なんだな、それが。ここから行けるかな。さあ、まだ来てない。ということはここから行けるんじゃなかろうか。これ上の階にワープするとか、そういう感じかな。この、同じ、え？な、え？え？と、今通ってきた場所に戻ってきたんだけど。つら。あ、ちょ、一旦回復します。お願いします。もう美人スパイとかのくだりはないんやね。はい、回復。え、回復したのはいいけどさ。え、でもここまで来たってことは、なんか、なんかな。なんかな、ここから行けそうな感じするんやけどな。あ、でもこの辺なんかちょっと別の道があったような気がする。え、違ったかな。違った？ここは？ここはどこへのワープ？え、やっと来た！どうも。どうも。そこまでですよ。お、追いかけてきた。私がめちゃくちゃ苦労してきた場所にさ、一瞬で来るのやめてもらえる？うわ、また来た。
何度でも来ますよ。ボスのところに向かわれては叶いませんからね。え、ボスのところだって？アイナ、もしかして。この先には、ロケット団のボスはこのビルにいたのか。そんなことも知らずに来たの？よし、それなら。お、なに、足止め？アイナ行け、ボスを倒すチャンスだ。おっさん、俺が相手だ。おっさんって言ったら怒りそうな感じのキャラやけど大丈夫？ロケット団のボスを倒してこいよ。これではボスに連絡が。じゃあ行ってきますね、私。こう並んだらなんか、しげるめっちゃ小さいんやね。あー、やっとたどり着けた。なに？ちょっと待った。あ、武蔵と小次郎な気が。ボスは大事な話中だ。邪魔はさせないからな。あ、でもあれなんやね。作戦以外のメンバーやけど、許しはもらえたんすか？大丈夫だったんすか？君たちのせいで私入ってきたけど。来たぞ、武蔵と小次郎。アーボックとマタトガス引きだけかな。よし、行くぜい。お、一匹来たね。オッケーオッケー。さあ、ここで。の、おー。あ、間違えた。間違えた。そして、花びらの舞。花びらの舞。いけいけ。あ、やめて、岩なだれは。大丈夫か。ですよね。岩なだれ使うんか。じゃ、リザード引く。あ、やめて、火炎放射。ちょー。あ、無理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 。両方あれだな。待って、とりあえず、リザード入れ替えのゴロン。さあ、出ておいで。あ、そっか、不思議花はまだ花びらの前をやるんかな。自動継続ですか？花びらの舞。とりあえずゴローンで、あ、ほらほら、花びらの舞。両方に交互に出していく感じ。あー、もう疲れた。早いよ、早いよ。体力、少ないな。麻痺ってるし。耐えてください。二人とも耐えてください。はい、じゃあここで岩なだれ。これで両方ともいけるやろ。そして、とりあえず向こう、火炎放射を使わないうちに倒してしまいたい。多分次の岩なだれで、マタドガスはやっつけれるんじゃないかなと思うんやけど。あ、両方、あ、マタドガスが耐えた、マジで。まさかのそっち。でも、花びらの前でいける。お、イーブイレベル35。よき。あー、危ない。大丈夫か、不思議花。お、いける。花びらの舞。オッケー。やったね。ここで戦闘があるってことはどうなんやろ。立て続けに裁きあるかな。もうそろそろ。お、リザードレベル31。よき。とりあえず、ここでの最低レベルが33ぐらいやったけん、それぐらい行きたいけど。やっぱりいつも通りなのね。もう子供なんて嫌いだぜ。ここから好きじゃなさそうやけどね。それではいつもの参りましょうか。嫌な感じ。くるくる回された。大丈夫なの？見張ってなくていいんすか？こっち側何もない。よし、入ります。やっとたどり着いたぜ。ダチョウさんよ、俺を騙せると思うなよ。マスターボール本当はできているんだろ？あんなのはそう簡単にはできんよ。あんたの正体を知った今となっては、もう作りたくもないがね。あ、元は知らんかったんや。何？強いポケモンをたくさん作れってのも、諦めてもらいたい。盗んだ研究資料でポケモンを作るなんて、チルフのやることじゃないよ。おい、約束が違うだろ。やらないって言うなら、お前の社員たちがどうなってもいいんだな。あ、私が目に入ったのね。おう、アイナか。また会ったな。あ、名前覚えてくれとんや。俺は今、シルフの社長と地元の話をしてるんだ。大人の世界に口を挟まないでもらいたい。どうしてもというなら、痛い目に遭ってもらうぞ。あー、連続。あら、連続。いや、まあ大丈夫だけども。3匹ね。オッケー。ルシアン来たー。部下と同じポケモンを使うのはどうかと思うよ。まあね、榊といえばペルシアンやけんしょうがないけど。しょうがないけど。
ゴローン行きましょう。体力どうかなって感じではあるけど、スタートレベルがね見てゴローン、多分大丈夫やと思う。いけ岩なだれ。2回連続とかずるいから、よし、いけ岩なだれ。いけ、ちゃんと言うこと聞いてね。一発でいけるかなってちょっと思ったんやけど、ダメだったか。ちょっと君ほどのレベルになったらじゃれつくもちょっと結構な攻撃になるからやめてよよし、オッケー、あと2匹よいで。アイホーン、ここはイーブイでいきましょう。イーブイの生き生きバブルでいけるでしょう。多分回復もするということが分かったからアイホーンにイーブイで挑むっていう、こう見た目的には絶望的な絵やけどね。よし、いけ、生き生きバブル。レベル的にはこっちが下やけど、よっしゃ、いいぞ、強い、生き生きバブルめっちゃ強い、いいね。やっぱこう今まで持ってなかった水タイプの技を EV で補うっていうね。ロキロクイン、クイーンどうなん、そのまま行こうか。何の技が効くんかな、とりあえず生き生きバブルとかしといてみる。何系なんやろ、地面じゃないか、フォーマーだよ。もう効果抜群やん。あとはもうレベルの差ってことか。あー怖い怖い、あ潰された。でもまひってるし、で頑張って、効果抜群ということは分かったから、やめてよ、痛いけな EV に。生き生きバブル、いいぞ、効果抜群だ。はい、そして回復、これ結構回復するんよね。いいねいいね、ヤトレギの種とかより全然こう、なんか、ね。全然体力吸い取ってくれるけん。嬉しい。これは相手から体力吸い取るよね。説明的にもそうやったよね。どういう仕組みで吸い取るよとかちょっとよくわからんけど。やめてよ。ぺったんこになるやろ、ビーブイが。よし。と。はい、オッケー。まさかの EV にやられるっていう屈辱ね。ハグ、この俺が負けるなんて。ハグ、かわいい。榊やけど。そう、しょうがない。シルフはひとまず諦めよう。まあ、この俺が負けるなんてって言ってもね、一回負けてるから君。しかし、我がロケット団は不滅だ。アイナ、すべてのポケモンはロケット団のために存在するのだ。なわけないやろ。他のことを忘れるなよ。では、俺は退散しよう。まあ、余裕そうな感じで出ていくけど、君子供に負けたんだからな。どうも。あ、ファイヤーの絵綺麗。おー、少女よ。君のおかげで助かった。EV の主張が激しい。わっはっは、君ではなく、君たちだったな。ピンチを救ってくれた君たちのことを、この先私は決して忘れんとも。おー、そうだ。お礼を差し上げなくては。私は太っ腹であるからして。ほれ、こんなものではいかがかな。おー、社長、マスターボールありがとう。自分で太っ腹っていうのはどうかと思うけど。腹が太ってるってことかな。どこにも売ってない秘密の試作品、マスターボール。投げれば必ずポケモンを捕まえられる。実は一つだけ完成していたのだよ。こっそりと使ってみてくれたまえ。ありがとう。伝説のポケモンでも使わせていただきます。そしてさっきからひっそりとしている、秘書さんですか？この度は助けていただいてありがとうございます。社長ともども感謝の気持ちでいっぱいです。いえいえ、そんなね、いいんですよ、お礼してくれてもいいけどね。で、しげるはどうなった？しげるはどうなったの？お、いない、無事なのかしら。とりあえず1階に降りてったらなんかわかるかな。あ、てか何、ロケット団のみんなはもう撤去していった？撤去？退去していった？いなくなっとるよね、多分。平和な音楽流れよるし。はい、1階までシュンと戻っていきます。
どうも。今までお仕事ストップして食べバリバリ働くわよ。大丈夫？ちょっとブラックになったりとかしてない？あれ？シゲルおらんやん。何？ちょっと一人でどっか行ったの？アイナやったな。サカキに勝ったんだろ？あ、やっつけた？アポロは。アポロってやつを追いかけて外に出てみたら、ヤンブキシティのロケット弾どんどん逃げてたからな。アイナが強くてよかったよ。俺本当はちょっと怖かったんだ。悪い奴が一番強かったらどうなっちゃうのかなって。アイナと一緒にシルフを助けられてよかった。何か貢献したかな？ちょっとわからんけど。もうカラカラみたいな目には誰も合わないよな。よし、平和になったし、またポケモンジム巡りだな。アイナは山吹ジム行ったか？まだ行ってない。なんか超怖そうなおじさんおるけど。今、ジムバッジいくつ？今3つ。そっか。俺たちもしかしてポケモンリーグ行けちゃうかな？それはまあどうか、君がどうかはわからんけど私は行きます。お互い頑張ろうぜ。またそうやってサキサキ行くんよね。ということで、今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、ボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。いやーもう永遠に終わらんのじゃないかなっていうぐらいめっちゃ迷子になりまくったけど、なんとかたどり着けてよかった。多分私的にはそこが一番の強敵。